会は天気はいいんですが風が強いんですよね。そうですね、昨日ぐらいから動物に出てますね、はい、スタジオもだいぶ決まってますね。その風がですね、はい、やはり日本からするともいいチームの条件かもしれませんね。もちろんそれが条件になりますね、はい、さあ前哨村上の前橋商業が2位を得ました。左45度
余裕ができました。南浦ゴールに倒れて高上のシュート。